はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。まずは、大会通してだったり今の試合だったり、振り返りの方をお願いします。今日の試合は、みんなが粘り強く守って、頑張っていたんですけど、最後決めきれなくて勝てなかったので、そこを直したいと思いました。ありがとうございます。またご自身のこの後の目標だったり、来年のクラブユースに向けての目標だったり、何でもいいので何か目標だったりあればお願いします。やっぱ今まで通りまず粘り強く戦い、フォワード陣がちゃんと決め切って勝ち切れるようなチームにしたいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。